4桁ぐらいまで溜まっちゃって、一時的には本当にちょっとうつ病じゃないんですけど、何もしないで成功する方いないじゃないですか。僕は正直それさえやってれば本当に成功できるんじゃないかなとは思います。今日の、はい、ゲストは翔くんです。こんにちは、はい、今日は翔くんのね、はい、成功するまでの道のりと成功の秘訣、はい、ちょっと聞いていきたいわけよ。はいはいはい、大丈夫ですか。あ、次に、はい、浦川のね、はい、紹介動画もあるんで、はい、見てない人は、ね、そっちも見ていただくということで、ちょっといろいろ質問していこうかと思うんだけど、はい、翔くんの、はい、まあ、自己紹介というかね、はい、何やってる人か、はい、気になると思う、みんな、はい、何やってる人。僕は、メインは今あの美容師の方を経営させてもらってるんですけど、うん、もうそうだよね、出会っても9年ぐらい経つけど。そうですね、もうね、その時も美容師だもんね。そうですね、まあおかげさまでもう12年目になったんで。そんな経つか。はい、だって俺出会った時まだ1店舗とかだったよ。僕、そうですね、1、2店舗とかです ね、 ね、はい、今8店舗ぐらいやってんじゃん。そうですね。すげえな。いやいやいや、で、まあ、あとちょうどコロナの時あったん で、 でその時にまあちょっと店舗商売がすごい下がったんで、ちょっと他業種もやろうっていうので、あ、まあ、ちょっとあの物流貿易の方少し始めました ね、 ね、はい、あと飲食店もやってるもんね。そうですね、一応、まあ、まあ中華って言いますか、中華とその焼き鳥屋さんも、はい、ね、やってますね。ずっと日本。いや、僕は、12歳の時に、うん、あの、まあ、元々親が出稼ぎに日本に来てて、はい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 、で、まあ、僕がその中学校1年生から日本に来ましたね。あ、それまで日本語喋れたの？喋れないです。嘘。全くです。中1から日本語喋って、中1から日本に来た時は本当全く喋れなくて、うん、もう本当毎日ストレスみたいな感じだったんですけど、学校はない？日本人の学校？もう普通の中学校ですね。あ、そう。親的には夏の方が日本語早く学べるって言ってたんで、うん、本当何おはようしか分かんなかったです。そうなんだ。そう、でも結構精神的に辛かった時ありましたね。はい、お父さんね、あれだもんね、ちょっと有名なね、あの中華料理屋さんね、あれの、あの千葉の方でね、はい、やってるもんね。ありがとうございます。学生時代、まあ、はい、その日本語も喋れない翔くんは学生時代どんな人だったんでしょうか。もともと結構喋る方なんですけど、まあ、喋るの好きなのに喋れないっていうので、うん、やっぱり壁に当たりましたね。そうだね。で、まあ、割と運動が好きな方だったんですけど、うん、まあ、まあ、やっぱりどうしても人と絡むので運動にしても、うん、まあ、本当にまあ性格が一時的には本当にちょっとうつ病じゃないんですけど、うん、あ、そう、なんかもう家から 出たくなくなったぐらいの時まではやっぱありましたね。なるほど、はい。普通に高校行くの？そうですね。で、普通の、まあ、大体1年ぐらい経ってから、うん、まあ、日常会話できるようになったんで、うんうんうん、で、まあ、少しずつ。1年でできちゃう？できます、できます。はい。多分それはもう、僕だけじゃなくみんなできると思いますよ。何？それ、友達とかできた？友達ができたりとか、あと、まあ、毎日日本語を聞くんで、まあまあ、そうだよね。あ、こういう意味かなっていうの、なんか、なんとなく分かってくるんですよね。はいはいはい、でそれで、まあ、少しずつ友達もできるようになって。で、受験は？受験は僕してないんですよ。最終学で中学で終わり？いや、中学、いや、中学、ここ入ったんですけど、入ったの、うん、たまたまその中学校の先生が、うん、なんか勉強僕できないんで、うん、まあ、結構かき集めてくれて、うん、資料とかを、うん、で一箇所だけ、うん、とりあえず日本語話せて、うん、面接さえできれば、うん、受かるかもっていう高校がありました、ありました。はい、それまあ一応国際科っていうクラスなんですけど、で毎年4人しか取らないんですよ。ああ、なるほど。で僕も後から知ったんですけど、公立私立？一応公立にはなるんです。いや、そう。そうです、そうです。でただその僕も卒業してから聞いたんですけど、うん、僕の代は運が良くて、うん、4人しか受けてないんですよ。はい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 。なんで自然と入れたって感じですね。まあ、本当に運が良かったっていう、はい、それでじゃあ3年間3年間通ってまして、うん、で、まあ、そこから、まあ、あの時はまあ勉強もできないんで、うん、で、まあ、本当は親父の会社継ごうと思ったんですけど、うん、やっぱ料理だけはやらしたくないっていうので、お父さんが？そうそうそう、継がせないんだ。やっぱ結構厨房だとすごい辛いらしいんですよ。あ、まあね、はい、僕としてはまあ何か何て言うんですか、うん、親の家業継いだらいいかなと思ったんですけど、うん、親としてはもう手には食入れてほしいんですけど、はいはいはい、厨房だけはやらせたくないっていう感じだったんで、本当、まあ、当時夢もなかったんで、
家から一番近い専門学校が美容学校だったんですよ。なるほど、はい、まあ、それで美容学校行くんだ。で、まあ、一回面接しに行って、うん、校長先生がすごい気に入っていただいたんで、うんうんうん、じゃあもう本当ノリでじゃあ入りますみたいな感じで、まあ入りましたね。はい、最初どう、下積みってどんな感じだ。まあ多分僕の職業もそうなんで、まあ、後藤さんもやっぱ、まあ、どちらか職人の業種になると思うんですけど、まあね、うん、やっぱさ、まあ、僕らの業態特に、まあ、まだ今は全然変わってきてるんですけど、うん、当時は本当に給料安いんですよ。あ、そうだよね、最初ね、はい、まあ、なおかつ今みたいに社保もないですし、で働く時間も長いん で、 でしかもまあ結構やっぱ先輩に言われたらやるしかないみたいな時代だった。シャンプーばっかやらされて、ね、いやもうすごいですよ、もう朝から9時から夜の7時までずっとシャンプーとかもあったんで。苦労してんだね。いやいや、それでその給料安い中、はい、あのシャンプーばっかやってるチョウ君は、はい、こういつからこう切れるようになるの。僕の場合は、うん、まあとにかく給料あんまり気にしなかったんですよ。もっともらいたいなともなかったんで、はいはいはい、とりあえずなんか勉強いっぱいしようと思って、まあ、とりあえず早くスタイリストになりたかったんで、で、まあ、ちょくちょくその美容、自分が働いてるところ以外の、うん、例えば先輩だったりとか、あとそのカットできる方に、なんか、はい、とりあえずなんかやり方を教えてくださいみたいな感じで、結構まあ両方から学んでたんで、だいたい1年半ぐらいですね。ああ、意外と早いね。僕は特にめっちゃ早い方だと思います。だいたい3年ぐらいかかってたんで。あとまあなかなかカットできても入客するのが怖いとか、うん、そういう方もいるんで、僕あんまそういう恐怖はなかったんで、うん、まあ1年半ぐらいでちょくちょく切らしてもらうようにはなりましたね。はい、そっからさ、こう、まあ、切れるようになるじゃない、はい、スタイリストとしてやっていくんだけど、はい、なんでこう起業するみたいなきっかけ。それも、まあ、一応僕も独立するまで、うん、4社ぐらい入社させてもらってたんですけど、もともと自分が高校の時に父親がもう会社作ってたんで、はいはいはい、やっぱりなんか親父が基準になるわけですよ、うん、社長ってこういうことやるんだって。なるほど、実際入社してみたら、うん、結構やっぱそのギャップがあって、うん、例えばその社長でも、まあ、自分たちが儲かればいいとか、うん、まあ、多分目で見ればやっぱ分かるんで、うん、まあ、あとその先輩がなんていうんですか、自分らがやらないことを僕ら要求してきたりとか、はいはいはい、その先輩たち の、うん、あの表情を見ながら仕事したりとか、うん、まあ、結構そういうこと多くて、まあ、ただあんまり僕それたまんない方だったんですけど、うん、冷静に考えてもなんかあんまり勉強に夢がないなと思ったんですよ。はい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 、でちょうど僕も一回手荒れがすごい時あったん で、 あ、で、まあ、そのタイミングで一回美容師辞めたんですよね。あ、辞めたの。一回辞めてます、僕。で辞めて、とりあえずなんかもう手が荒れすぎちゃったんで、で一回休もうかなと思ってたタイミングで、休んでから2週間で治ったんですよ。もう綺麗に治ったんで、あ、これ手荒れじゃなくてストレスだったなと思ったんですよ。はい、あ、そっかそっか。まあ治った時に次何の仕事やろうかなと思っても、やっぱり新しいことやろうと思わなかったんですよね。まあね、はい、それであればなんか自分たちで本当にまあお客様に対してもそうですし、スタッフ同士でも仲良くできるような美容室自分らで作っちゃえばいいかっていうので、独立しましたね。俺と似てるな。あ、そうだ、僕も結構今にあるのも、うん、後藤さんの一言が大きかったんです。あ、そう、ありますよね。何か言った。自分が最初後藤さん の、 あの雑誌の出させてもらった時に、あ、ちょっと対談やってたじゃないですか。でその時も僕ちょうどなんか美容師で将来的にどうするんだろうなって悩んでた時期なんですよ。でその時にやっぱりどうせ若い時一緒に働いてるんで、年取っても同じ環境で働きたいなっていうのがあって、でそれどういうふうにやろうかなと思ってたタイミングで後藤さんと対談させてもらった時に、今でも覚えてるんですけど、後藤さんが、いや俺は障害雇用を作りたいって言ってたんですよ。で僕は、あ、それなんだなと思って、なるほどなるほど。でそれに対してずっとやってきた感じなんですよ。なるほどね。なんかそのささね、なんか俺そんなに考えてもないポロって言ったと思うんだけど、はい、あ、そう、僕の中ではやっぱそれがやっぱ先輩が、うん、まあの話っていうのはリアルですし、まあね、実際やっぱ成功してる方からそういう言われるとやっぱ自信にはなったんで、はい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 、でそこからやっぱり、あ、
っぱり将来で障害雇用という仕組みをどんどん考えていければ美容師さんも辞めないんだなっていうので、まあ今に至ってる感じですね。なるほどね、はい、起業してから、はい、悩みとかさ、はい、ピンチだった時とかさ、なんかある？いや、僕結構ある方ですね。ある逆に、はい、これはなんか順調にいってそうだけどね、はい、あんま顔出せないです。まあまあそうだよね、みんなそうだよね。うまくいかなかったらもう自分の能力のなさなんで、うんうん、でうまくいけばまあ頑張った証拠だと思うんですけど、はいはいはい、まあ、悩みって、まあ、最初はやっぱその、まあ、うちは全然本当にまあ1年間で、まあ、1人とか2人ぐらいのペースで、まあ、スタッフはもちろん辞める子もいるんですけど、まあ、業界では本当に、まあ、少ない方ではあると思うんですよ。その中でもやっぱ辞めた時になんか自分が何かしてあげたられたら辞めなかったんじゃないかっていうのでちょっと鬱タイムに入るんですよ。あ、わかる。仲間がいなくなるのちょっと寂しいよね。寂しいですね。わかるわかる。でやっぱ話ももっと聞いてあげれば、うん、そうだね、辞めなかったんじゃないかなとか、うん、そういう時はまあやっぱ結構辛かったりとかしましたし、まあまあね、まああとまあ経営やってるんでやっぱりそのキャッシュの部分じゃないですかね、うん、税金だったりとか、うん、あれこんな高いんだとかね、まあ経験ありましたね、はい、人と金はもう悩むよね。悩みましたね、はい、どうやってなんか乗り越えるのそういう時。そんな、まあ、正直もう本当にリアル話なんで、僕ほんと30ぐらいの時やっぱりいっぱい壁に当たったんですよね。でその時に絶対的にまあお金に困った時なんかは、うん、その給料は絶対払わなきゃいけないんで、そうだよ。であとそれ以外は本当にいろんな人頭下げて遅らせられるものは、うん、まあ、あ、やっぱ嘘つくのも良くないんで、うん、今こういう現状で支払い待ってもらって、もう頭下げに来ましたね、はい、ディーラーさんとか、あとその大家さんとかに、はいはい、今こういう状況で、まあ、絶対ちゃんとの、まあ、全部返しますから少し時間くださいっていうので、割と待ってくれてる方多くて、ただその分本当に、まあ、4桁くらいまで溜まっちゃって、ね、そこからそうなんですよ。そこからもうよく復活したね。僕もし、もう終わったなと思いましたね。まあ、ほんと地道に返しててっていう。でも従業員の人とかはさ、そういうの分かんないんだよね、はい、なんか社長がどんなことやっぱ言えないですし、逆に言うことによってそれ不安になっちゃうんで、まあ本当にまあ寂しく、なんかいろんなとこからとりあえずお金も削りながら貯めて、あとまじ変な話、まあ、銀行の方で相談したりとかで、まあなんとか一回復活はできたんですけど。そう、俺ね、あの会社作るときにさ、はい、あの知り合いのお世話になった会長がいるんだけど、はい、会長に、はい、これお父さんよって言って、はい、あの社長はな孤独だからなって言われたの最初、はい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 、で俺最初意味わかんなくてなんだいや俺仲間いっぱいいるけどなんて思ってたのその時でも会社やっていくと、はい、あこういうことかみたいなさ、そうですね、わかるよね、はい、なんかまた違う意味の孤独さはやっぱありますよね、うん、本当にまああの時は多分、まあ、今となってはすごい本当にいい経験させてもらったなと思うんですけど、うん、あの時やっぱ寝れなかったですね、うん、夜とか。もう次の日も返済があるんで、どうお金回すんだろうなっていうのを本当に毎日考えちゃってて、でやっぱ接客もまだやってたんで、まあ、顔にも出しちゃいけないし、で仕事終わった途端その、うん、もう一面の自分に向き合わなきゃいけないのがやっぱ辛かったですね。なるほどね、はい。美容室発展舗やって飲食店やって貿易やって、はい、ほらスーパーカー乗ってね、はい、世間からすれば成功者なんですよね、でその成功するために何かこう犠牲にしたものとかある？僕は結構あると思いますね。やっぱり僕もよくスタッフの方に言うんですけど、うん、まあ、もちろん後藤さんもそうだと思うんですけど、うん、まあ、何もしないで成功する方いないじゃないですか。絶対みんなが見えてない時に努力してると思うんですよ。ここはよくうちの会社のメンバーによく言うんですけど、うん、人より良くなりたいんだったら、うん、まず一人睡眠時間を削れって言ってます。僕はそうだよね。その時間はやっぱいろんなこと新しいことを考えたりとか試行錯誤したりとか、はいはいはい、行動したりとかやってたんで、まあ、あとはそうですよね、あ時間ももちろん削ってましたし、 あと、まあ、嫌なことをやるってことですよね、うん、嫌なことをできるようになったら嫌なことなくなるんで、はいはいはい、僕は割とそういう感じで来てたんで。なるほど、はい、あとまあ家族ですよね、僕の場合は。あ、本当家族でも捨ててないじゃん。いや捨ててはないですよ、うん、あの本当はまあ普通の
ここはやっぱ普通のサラリーマンの方も羨ましいなと思う時もありますし、やっぱり土日休みだし、まあゴールデンウィークとかお盆休みってなんつ、まあ家族で出かけたりとか。美容室あれだもんね。ないんですよ。ないもんね。はい。そうだ。なおかつ今なんかもうほんと週に1回あるかないかみたいな感じなんで、まあ、ほんと子供とは全然遊べなくて、そこは僕の中でかなり犠牲ですね。そうだね。時間だね。時間が本当にないですね。はい。最後に、はい、チョウ君が思う成功の秘訣、はい、何でしょう。僕が思う、そうですね、やっぱり 何して成功したんでしょうか。僕は正直器用な方ではないんですよ。で、まあ、もちろんいろんな考えがあってこういうこともやりたいなとかありましたけど、僕の中で一番秘訣になることはやっぱり自分が決めたことに対して、うん、周りからいろいろ言われるわけじゃないですか。あれはできないじゃないかとか、これは無理だよって否定もされるんですけど、やっぱり自分を信じ続けてやり続けることじゃないですかね。やり続ける、はい、そうだね。俺も本当思う。そうですよね。僕は一応本当にそれだけで、まあ、周りにも本当に当時なんか美容室潰れちゃうんじゃないかとか言われてましたけど、やっぱり自分がこういうことやりたいんで、やる方法をひたすら考えて、はいはい、やり続けてきたのが今なんで。なるほど、ね、僕は正直それさえやってれば本当に成功できるんじゃないかなとは思います。やり続けるの。そうですね、はい、OK です。いや、勉強になりました。いやいや、やめてください。勉強させてもらってる側なんで。いやでもね、やり続ける大事だよ、本当に。そうですよね、うん、はい、なんかさ、ちょっとちげえなってやめちゃうじゃん、みんな。そうそう、はい、あれやり続けないとダメなんだよな。そうですね、僕も本当に昔なんかはやっぱ働いてる時は、やめたいなとか、美容師も嫌だなと思う時何回もありましたけど、やっぱり今となってあの時、まあ、耐えてきてよかったなと思いますし、ね、逆になんていうんですか、今まあ自分たちがお店やる側変わってからも、本当に自分らみたいな美容師嫌だから辞める人たち出したくないんで、やっぱり常々ね、変化しながら美容室やり続けてきてるんで、まあ、本当にそこが大事かなと思いますね。はい。で、あと、はい、これであの超くん、はい、YouTube やってるじゃん、はい、最近始めました。やなんか宣伝してる。あ、そうです。まあ僕本当にまあ本当に日常生活とか、うん、まあ中国人なんで、うん、中華とか食べ物とか、うん、いろいろちょっとみんなが普段見れない一面を撮っていきたいと思うんで、はいはい、ね、よかったらぜひ登録の方お願いします。え、これ何で検索するや。せいチャンネルです。せいチャンネル。はい。ぜひ。あ、まあ、一応概要欄にも貼っとくんで。あ、ぜひ、はい、ありがとうございます。はい。はい、登録の方お願いします。じゃあ今日のゲストはチョウ君でした。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。